東名高速道路の開通から今年で50年です。日産自動車は同じく誕生から50年を迎えるスポーツカー GTR の最新モデルの試乗会を東名高速で行っています。試乗会は23組の募集に対しておよそ7000の応募があり、倍率は300を超えました。試乗する車は来月発売される最新モデルで、足柄サービスエリアから駿河湾沼津インターチェンジまでのおよそ50キロを往復します。